わない。ランとはランとはって言ってるのに、あれ詐欺だね本当に。嘘つきですよ。皆さん聞いてくださいマジで。フェイかわいそうって言ってるじゃん。あの裏側で何してるか知ってる？裏でね、関わらない関わらないって言ってるでしょ。裏でね、LINE して、ランちゃんどこいるのって言って、で自分の名前じゃないのあいつ。やべえよマジで。頑張ってタコ、ありがとうございます。ねえ、教えて。今ミズニャンね、リスナー騙してるんですよ。俺はランとは関わらないとかって言ってるのに、裏でまさきさんも心配してるよ、早く帰って戻っておいでって言って、裏で LINE しまくってます。リスナー騙してんだよ。あれもう関わらないからとかって言って LINE してる。今も必死に LINE してるよ。でちょっと前に帰ってきてたもん。どういうことですか？ね、もう一回説明しますね。あんだけリスナーにね、ランちゃんとは、ランとはもう関わらないと、二度と。あんなね、自分勝手なやつと関わらないって言ってるじゃないですか。裏で必死にね、まさきさんと今連絡取ってるんだけど、まさきさんもすごく心配してるから今すぐね戻っておいでとかって LINE してるの。タイトルにして今やってるけど、LINE 編終了しようとしてるでしょ。俺さっき LINE ミスもらったんだよ。そしたらミズニャンが早く戻っておいで、ランちゃん心配だよとかって言ってめっちゃ送ってるの。やばいね。あれ長文も来てるよ。長文も戻ってこないのとかって言って、ねえ、で表ではリスナーさんにね、もうランちゃんとは関わらないから、ランちゃんとは何もしないから、情けないやつやな。ありえます？マジで。あんだけランちゃんにヘイト向けといて、裏ではランちゃん心配だよとかって言って、めちゃくちゃ。でミズニャンかわいそうっていうコメントあるじゃん。ミズニャンかわいそうだよ、裏ではランちゃん戻ってきて、そう出てけ出てけって言ったじゃん。あれも全部演技、出てけよ早くとかって言って、えダンちゃんかわいそう、フェイゴムなし中出し暴露してたぞ。え、どういうこと？ペガコの時と同じ、そう同じことをやろうとしてる。ペガコの時と、ペガコと関わらないって言ってるじゃん。多分裏ではああやって LINE してるんだよ。戻ってきてとか、早く戻っておいでとか。え、あれマジやばいのが、あれ言ってるね、あれ言ってる時に LINE してるのよ。え、ランとやってる？あれランは本当にやってないって言ってたけど、暴露してたの。またリスナーそういう方法で騙そうとした。え、昨日もゴムなしでランちゃんとやったって言ってたよ。本当に言ってんの？やってること全く同じだよ。リスナーには表情ではもう関わりません、あんなやつとは、とか言って同情を集めてね、同情を集めて、裏では会いたい会いたい会いたいとかってやるんでしょ。ねえ
やめなよリスナーさん騙すの。リスナーさん騙すのやめなよ。そうやって関わるじゃん自分から。それで同情アイテムもだけもらうみたいな。それでちょっと今タイムだから同情アイテムだけリスナーからもらってね、もう関わらないっていう体にして。LINE さらされた鳩き何 LINE さらされた鳩来た後はタイトル LAN 休止作戦に変えて逃げ道作ってる。うーわやば。なんでリスナーさんに正直に言えばいいじゃん、ランちゃんとは離れられませんみたいな。でこのランちゃんの言ってた俺には好きな人がいるから奥さんがいるっていう、なんだったのあれは。お前がお前が今日のアラブの石油大発、今日が君がトップワン、特命層いないとやっとけない。ナイスナイススーパーナイス。いや俺ここでやるから、うん、0時になるまでここでやる。0時になるまでちょっとリスワン確認、リスワンの確認もお願いします。ちょっとリスワンあと何分、10分ぐらいで多分出てくると思うんで、見ずにはやめてから10分15分ぐらいでちょっと出てくるんで、多分表示がね。でそれでまあ大体1時間で1000人集めるのが大変なんで、亀とはずっとつながってる亀とフェイの朝廷。いやーそれは嘘じゃないと思うんだ。どうなんだろうね、なんかキュキュンキュンキュン、右打ち右アタッカーを狙え、ナタンキュキュン。なんか他の人間の名前出すね。まさきさんも心配してるよとか、まさきさんも心配してるとか、いやーあれはちょっとねえ。そう、まず被害者ムーブ、まず被害者ムーブ、いじめられてる、ミズニャンかわいそうっていう空気をまず作りますと。でその後その原因を作ったと思われる人物の名前を挙げますと。で自分はこうやられたんだ、ミズニャンかわいそうっていうまず流れにします。ミズニャンかわいそうって、廃止のために女の子を利用してる、そうで表ではもうランとは二度と絡みませんとかね、ランとはって言ってるんだよね。うん、ランとはって言って、でもその裏ではまさきさんとか、まさきさんが心配してるよ、一緒にね、まさきさんと、まさきさんも心配してるから戻って、うーわー DJ マイライス。うわーそうだよね、裏で LINE っすね。してないって言うんだったらお前見せてみろよ、水にゃん。え？してないって言うんだったら今読み戻そうとしてる、全力で。で明日には出てくるよ。ちょっと今日金稼いだじゃん、よーしみんなからあの同情のお金もらったと思ってね、今あのラッキーとしか思ってないですよ、あの人。ラッキーってもしか思ってないですよあれは。まだやりたいのか。おお。フェイは社会の敵。妹とベロチューしねえだろ。
いつこそランちゃん使ってんじゃねえ、配信やらせてる時点で使ってるでしょ。でこういう時にふわっちつけてね、同情の金だけもらうっていう、やばいよね。同情金だけもらって、同情金、いやマジ何がやばいってね、リスナーさんに表でああいうこと言っておいて、裏でね、裏で何言ってるかってことですよ。裏でどういうことをやってるかっていう、ああやってリスナーにやってたんだなっていう、ああやってだからリスナーから恨まれるんだろうね。表ではこう言ってるけど裏では当たり前のように騙してるっていう、ね、守護的ありがとうございます。同情ブロック、同情アイテム回収ブロック、そう全部その流れね。裏では帰ってきて戻ってきてって、戻ってきてっつって、にゃん騙すわけない。いやもう騙してたけど、表ですごいね、プロの技ですよこんなの。ももちゃん20倍です。ももちゃんです。ありがとうございます。亀さんもランちゃんもかわいそうに見えていた。だいいように女性を使ってるんだよ、いいように。あ、そうそう、洗脳ムーブで、これ洗脳ムーブ。いや、ランちゃん見せたくないんだって、それを配信で。そういう女の子の気持ちを利用してるんですよ。フェイモグゴリ行くらしい。絶対フェイペが。フェイ来る。ランが LINE 送ってたって。いや、送ったとしても返してるじゃん。で、ミズニャンがね、それでミズニャンがあれだって言ってるんだよ。フェイ池袋向かってる。あ、また酒与えて洗脳。ちょっと狛江になんとかさせたいよね。狛江とくっつかせたいんだよ、ランちゃん。狛江と。ごめん、俺、アンナがいるからさ、俺には。申し訳ないけど。俺ね、マジ一途だから。俺、アンナ一筋なんだよ。俺はアンナ一筋。ランちゃんとか興味ない、俺、アンナ一筋。M 氏外出、ロバく、何ミズニャン来る、いやー来るって。モゴリ行くみたい。電話してる。あ、さっきなんか途中で出てったわ。うん。狛江がお前の赤に洗脳ムーブだね、これ。ミズニャンめっちゃ洗脳ムーブし、だから今来なかったら取られると思ってんのよ。技研誇るぞ、今日技研。あと20分です、来る、狛江早く来い。フェイが来る。
お前、俺は狛江にちょっとランちゃん与えたい。ランちゃんを展開作って。展開それで俺それ食うから、それで俺食う。ランちゃんの狛江くっつけたい。俺はアンナがいるから。女いらない俺、アンナ以外の。俺アンナ以外の女いらないから本当に。まマジでいらないから俺、アンナ以外の女。狛江無理。太陽フレアで電磁感やばいらしいよ。水クソリスワン狙ってる。アンナちゃん私のもの頼む。みんな力を貸してくれ頼む。マジであと20分で狛江も作って、はい狛江来てほしい。水クソよりも最初に狛江がランを。いや狛江が一番ね、洗脳ムーブうまいからね。洗脳させる能力が。いや別にキツネにしなくてもできるでしょ。一分にすればいいだけだから。フェイ中村は一線を越えた。勝手に言ってるわおめえ。ラン帰る言ってるぞ。これはまさかの、これ来てる？ミズニャンと裏で話してんじゃないのこれ。帰るって言ってる。争奪戦リスワン頑張ってありがとう。うわあとちょっとだな。大丈夫、あいつどうせね、あいつどうせね途中でね配信切らなきゃいけないから。今ミズニャンのちょっとね裏側を見たね。表上ではリスナーさんたちに何て言ってるかっていうと、表上ではリスナーさんたちにねえ、その表上ではリスナーさんたちに中村ね、ランはランはランとは絡まない、二度とリスナーさんも絡むことないよって言ってるんだけどね、もう LINE をさらされた途端救出するとかって言ってんだあいつ。ね、LINE をさらされた瞬間おはよう。いや俺いないっすよ品川に。今今日の朝次の展開考えなきゃ。もう突然の展開だから。そういや本当にだから撮られるのが怖いんだよ今水には。だから池袋来るのよ。うん、いろんな男の配信者来るでしょ。いろんな男の配信者だからめっちゃ怖いのやっぱり今現状。そういやもうめくってるって。へいやってるもんだって。そうフェア黙っていられない、いられないでたまらないって。池袋に来るらしいフェイ今から。ランちゃんをね救出しに。え俺見た、俺見た、俺が見てた。違うんだよ、ミズニャンが俺のことブロック入れてるから。結局ペガコもあれなんだよ。ペガコ ブロック解除できるかな。ペガコブロック解除できるか俺。ペガコブロック解除できる。やっぱいないわペガコ。ペガコがいない。そもそもペガコブロックしてない俺。うん、ペガコブロックしてないね俺。いやペガコ俺ブロックしてないよ。だミズニャンが俺のことブロック入れてるからじゃない。マルコ呼ぼう。ペガさんはヘイト向けられて、ペガコペッサンからブロック入れられてんじゃない。だからね、豚いらん、豚いらない。状況教えて。今佐々木蘭ちゃんっていう子がいるんですけど、今日その子を、まあ、連れ出すことに成功。まずね、まあ、連れ出すことに成功で、その後
連れ出したんだけど、ミズニャンが佐々木蘭とは二度と絡まないっていう、まあ、そういう枠を立てて、まあ、リスナーをまた騙してると、うん、もう二度と、ね、関わらないって言って、リスナーから同情のアイテムを今日もらってましたと。同情アイテムね。息具袋まで来てくれるはずだって。フェイのリスナー、まあ、とりあえずつけてこう。おもちゃ取られたチーユー、何にも何かムカついてきた、うん、ランはとりあえずミズニャンが好きなんだよ今のところね。だから次に機長いたらよかったのにな。そのタイトルの時にペガコが騙されないでと勧告をしていた。やばい、ちょっとあいつら、佐々木ランもあの、あれは演技派女優だね。泣いてないのに泣いてるふりしてる、あれ。嘘泣きだね、あれ。演技演技。え、だって俺ペガコだって俺のブロックに入ってないもん。だからミズニャンが俺のことブロック解除しない限りね、ミズニャンが俺のことブロック解除できないしない限り、あの、無理なんだよ。ちょ、ミズニャンのブロック解除してみるか。ミズニャンのブロック解除した。これで見れるかな、ワンちゃん。いや、ミズニャンは電車で来ると思うから、ロバの方が早いんじゃない。ロバの方が、うん、ミズニャン電車で来るでしょ。めっちゃ遠いよ、こっから。うん、大崎から池袋までめっちゃ遠い、電車で。で、もしかしたら終電で帰るのかもしんないけどね。一応ミズニャンのブロック解除したから、ペッサンのブロック解除できてるかもしんない。うん、で、狛江は多分何で来るんだろう。あ、ペココいるやん。やっぱこれでブロック解除できるわ。ペッサン来た。こんばんは。どうされたんですか。こんばんは。ペッサンコラボしてコラボしてって、なんかすげえハト来たけど。え、私、あ、言ってない、から言ってないですけど。今ですね、ちょっとあのなんかミズニャンが、はい、まあ、嘘をついてですね、はい、ことが判明したんですよ、はい、僕 LINE 見ちゃって、表では、はいはい、そのまあ、ランちゃんにとは絡まないと、二度とランちゃんと絡むことはないと言って同情を集めてたんですけれども、はい、裏では、はい、ランちゃん戻っておいでよ、まさきさんも心配でよとかって言ってたんです。